このやり方は1年間無駄するぞ。手で下に引いてる人がいるの。こういうラットプルよく見ない。これ背中って間違いなく、これ僕断言できる。だから、はい、こんにちは、ジェントフィットネスの元気です。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで、このやり方は1年間無駄するぞ。もう言葉いらないのよ。結構やっぱり、まあ、僕も最近そのジムには行ってないんだけど、普通のジムにはね、需要とかでやってるんですけど、やっぱりそのうち、まあ、僕が住んでるとこのジムだったり、こう毎日こう散歩で通るわけですよ。で見ると意味のないラットプルをしてる人がもう全員だ。でそのラットプルを1年するのか、まあ我々こういったねトレーナーたちに教わって1ヶ月やるのと、どっちが早いの効率いいかって言ったら、やっぱもうこっちなんですよ、後者なんですよ。我々にその分かる人ちゃんと教わった方が、もうその効率的な部分でいうと圧倒的に効率が違うと。でもやっぱりなかなか一人で皆さん見よう見まねでやって、めちゃくちゃなフォームでラットプルをしてる人がめちゃくちゃ多いね。だから今日この動画をたどり着いてくれれば、この動画にそういった初心者様がなんとかたどり着いていただくためにも発信していくんですけど、プラスでこの動画を見た人たちが初心者の友達仲間に教えてあげてください、ぜひ。じゃないと時間を無駄にする、時間を無駄にするな、筋トレをするんだったら効率のいい時間にした方がいいんだ、絶対そうなんだ。それではやっていきましょう。まず座る位置としたら、ほとんどの人が結構浅く座ってるよね。浅く座ってるし、あとはもう引き方が腕だけで引いてしまってるんだよね。そんなんじゃダメだ。これどういうことかっていうと、まず手幅も狭いの、そういう人って。もうこの辺持ってみて、その辺持って、もう胸も張らずに、むしろもうお腹ちょっと丸まってる状態で手で下に引いてる人がいるの。こういうラットプルよく見ない。これめっちゃ見ると思うんだけど、カメラマンの奥谷さんはいろんなジムでやってると思いますけど、どうですか？いやー、めちゃくちゃ多いです、ね、多いですよね。横から見たらこんな感じ、もう肘もこんな感じ。これでやってる人がマジで多分世の中に3割はいるよ。このフォームでやってたらもうラットプル泣くぜね。だからこそ正しいフォームでやっていかないといけない。あとはもう一つはこのパターン、まあ普通に持ってもらって、持ち方とかはいいんだけど、肩がまず上グッて上がっちゃってんの。肩僧帽とかこうグッて上がっちゃうんだよね。そっから首もすくんじゃってんの、首も下にすくんじゃって、そっからもうこういう感じで引いてる人もいる。こういう感じ。これってラットプルダウンってそもそも広背筋を狙う種目だからね。こういう引き方めちゃくちゃいいよ。これどこを狙ってるか、その腕の力だけで引いちゃってるし戻してる。これじゃ広背筋にヒットしてこないよね。じゃあどうやるのかって言ったら、まず僕が勧めてるのは、やっぱりその胸椎の伸展というか、胸椎こう胸張れない人がやっぱりめちゃくちゃ多いので、そういう人の場合ケーブルの真下に入っちゃった方がいい。これショートとか、まあ我々みたいに胸がしっかり張れる人は割ともうちょっと後ろめでもいいんだよ。それは何でかって言ったら、しっかりと胸が張れるから、胸が張れるからなんだけど、胸が張れない人がほとんどだから真下に入っちゃうの。もう股関節がパッドに当たるぐらいまで入っちゃって、そこから足の位置っていうのは膝の下に足が来るようなイメージ、まあ足もやっぱりしっかりと踏ん張りたいから、そこから骨盤はまあちょっとこう前傾するイメージ、まあ立てるイメージだよね。骨盤を立てるイメージ、これがお尻がこうクッと骨盤後傾してしまったらダメ、骨盤をしっかりと前傾立てるイメージを持ってください。が万歳した時に万歳をするぐらいの手幅で持ちます。でこの時にサムレス、親指はかけるの外すのっていうまた議論もあると思うんだけど、まずはどっちでもいい、ここに関しては。やりやすい方でやってみよう。
で基本的に背中の神経っていうのはこの小指から3本ね通ってるよねってよく言われるけど、僕は回してやってた時もアラウンドでやってた時もあるし、レスでやってる時もあります。でもやっぱりその指全体は使えた方がいいかな。だから小指3本で強く握るんだけど、だからといって人差し指親指は外していいわけじゃないんだね。ここも一応しっかりと持とう。でまず今はもうこれレスでやっちゃおう。でそこから胸椎しっかりと胸張って、骨盤から腰椎腰の背骨は立てたまんま胸だけ張るイメージ。そこからねこの肘っていうのを骨盤に向かって落としていくんだけど、その時に肩甲骨を斜め下に寄せるように下ろしていってください。どういうことかっていうと、この肩甲骨がはい引いてください、斜め下にこっちの方向に、ここの方向に、下の方向に降りていく。でその肘が骨盤に近づくように、でよく言っちゃえば肘と肘の延長線上が後ろでついてくるようなイメージね、背後でついてくるようなイメージ意識っていうのを持ってください。そこから下ろす位置としたら鎖骨の指2本分ぐらい下でいいです。鎖骨の指2本分ぐらい下、そこから上げていくんだけど、上げていく時もみんなこの肘下から上げちゃう人がほとんどだよね。どういうことかっていうと、肘下で上げてみて、そう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 、もう手先の動きになっちゃうから、一回引いてきた時に上げる時はこの起始部と停止部ってあるでしょ、広背筋のこの停止部から上げていくような意識を持ちたい。そう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 、だからこの肘下の動きっていうのはそんなに意識しないんだよね。でもう一回引く時も停止部を起始部に近づけるようなイメージ、それが難しいから肘と肘が背後でつくような意識っていうのを持ってもらいたい。そこから戻す時も必ず停止部から、腕の付け根から戻すようなイメージ、そうすると広背筋の始まりと終わりが一番早く離れるからね。そこを順序間違えて肘下から上げようとすると、広背筋の起始部停止部っていうのはストレッチの負荷は抜けるし、手先が強くなると。で手先から戻してしまった場合っていうのはどうなるかっていうと、引く時も手先から引く動作になってしまう。これだとダメダメね、ね、ダメダメだからね。 OK、 このイメージ、はい、もう一回肘と肘が延長線上ここでつくようなイメージ、そう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 。で伸ばす時もこの腕の付け根からね戻してあげるイメージ、はい、収縮ね、しっかりと収縮させてストレッチさせてあげる、しっかりと収縮させて起始部と停止部を離してあげる。でこの時にラットプルダウンってほとんどの人が収縮にすごいフォーカスして意識してると思うんですけど、背中って間違いなく、これ僕断言できる、ストレッチだから、ストレッチなので、引ける、これ上級者に伝えたいんだけど、初めてこの動画で上級者出てくるけど、上級者の人が間違ってこれ見てた場合は、上級者の人いかに重い重量で引いて重い重量でストレッチ耐えられるかだから、だから引くときはチーティング使っちゃってもいいの、上級者の人は。だからこれが100キロだとしたら思いっきりチーティング使って引いてくるけど、戻るときってもうドンって戻るでしょ、そこを耐えるイメージなの。これがうまくできた人が背中の広がり、広背筋の厚みっていうのを作ることができる。だからみんな初心者の人は収縮に最初意識持ってかれるんだけど、それはそれでいいよ。だってまず筋肉のその神経伝達、マッスルマインドコネクション、神経をしっかり伝達させて広背筋を意識することが大事だから、だから収縮してそれを養うんだ。そう、収縮することが養うことにつながる。で分かりやすいからね。でも本当に大事なのってこのストレッチだから、こういうことなの。だから引く力はもう引くときは収縮意識するんだけど、戻すときにこう逆にガンと思いっきり負荷かけてあげる、そのイメージが本当はいいの。でもできないでしょ、だから重いので引かなきゃいけないんだ。わかります？最初に見てもらった間違いのラットプルをしてる人、今すぐやめてください。そしてこのラットプルをしっかりと見て動作を行ってみてください。やっぱり皆さん平等に与えられているのは時間、その平等に与えられた時間の中で皆さんまた時間を見つけてトレーニングをされていると思います。なのに今のような
最初の 2パターンのラットプルダウンをしてしまっていたら時間が無駄になる。せっかく時間を作ってるのに時間が無駄になるんです。こんな惨めなことはない。だからこそ今後に教えたラットプルダウンをしっかりと見て見ながら、もうこの動画こすりまくって皆さんも自分のものにしてください。そしたらもうどこ行っても僕らみたいな体のでかいやつがどこにもうジムにいようがもうズカズカと入ってって、ちょっと次やらせてくださいって言っちゃっていいです。であのフォームでできてればもう完璧ですから。で広背筋の意識、その意識もしっかりと持ってください。時間を無駄にしちゃいけない。はい、というところでこの動画が少しでもいいな、分かりやすかったなと思ったらいいねボタン、そしてコメント、チャンネル登録、そして周りのトレーニング仲間にジェントフィットネスの分かりやすいよ、でもこれ口コミで広めてってください。口コミで広めていくのが一番広がる。皆さんの協力をぜひよろしくお願いいたします。このまた動画がいいねが1000ぐらいつかないと出してる意味ない。無償で提供しています、何度も言ってます。皆さんのお力が必要です。今後ともジェントフィットネスよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。